おはようエコさんおはようございます。おはようございます FM 技能をお聞きの皆さんおはようございます9月3日月曜日モーニングエイトをただいまより生放送でお届けいたします <laughs> 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 いたします。時刻はまもなく8時1分を回ろうとしております。79.7MHz FM 機能はより、モーニングエイト9時半まで生放送です。月曜日担当金子マヨが今日も1時間半お届けいたします。よろしくお願いいたします。何 <laughs> ですか <laughs> 今日,今日も声がねすっごい枯れてるんですけどあの昨日一昨日と琉球超人2018あの無事三公演終えてきましてあのこうお芝居の時には全然声って枯れてなかったんですけどその後の打ち上げでもうなんか本番と同じぐらいの勢いでみんなとこう戯れてしまってそしたら声がねこんな感じでもう カサカサ眠いのは違うよ、頑張ったからだよ。は頑張ったからだし、3時。<laughs> なんですけど、今日もですね、あのー、そう、頑張ってしゃべりますので <laughs>、あのー、どうぞ1時間半、皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。聞きにくい大丈夫ですか 今日、マ内さめっちゃ喧嘩ってくるんですけど、皆さん。<laughs> どういうことをして。してまだしてないもん、8時回ってから。か今日、8時から9時半まで私があくびしたら、そのたんびに、あの、私のことすぐるそうなので、<laughs> あの、<laughs> <laughs> なので、私はあくびをしないようにね。私、いつもしてるつもりもないんですけど、なんか、やってるみたいですね。 いやそう始まる前からずっと多分今日は分かってる自分であくびずっとしてるでも9時半まで大丈夫絶対しないかけようかけましょう絶対し,絶対しない絶対しないね約束しますそうなんでちょっと眠たいしもう気づいたら9月ですよちょっとね気もだるかったりもしてたんですけれども気を引き締めてはい 今週もまた元気にお届けしますので皆さんね、あの今日も9時半までどうぞお付き合いよろしくお願いいたしますさあ、えー、モーニングエイトでメールのテーマいつもね、こう決めて皆さんからメッセージを、あのー、いただいているんですけれども今日のメッセージテーマお伝えいたします。演劇。 こんな感じだったっけいつも。演劇です。<laughs> いつもこんな感じだったそう。あの、昨日お芝居をしてきたっていうのもあるんですけど、すっごいね、この琉球超人のお芝居って、愛がすっごい深くて、もうこんなに愛を一人一人にもらっていいのかっていうぐらい、あの、オリジンのこうサポートのメンバーの方々だったり、あの、役者さんだったり、すごいみんなでね、こう、熱い気持ちで、 ずずっとずっとと包んんででくれてたんですよ私たちが不安にならないようにあのお芝居に向かって、ね、あの挑めるようにで2ヶ月間のこう練習期間だったんですけどすっごい濃い時間を過ごしまして早速もう心にポカーンって穴がちょっと開いちゃった感じ寂しい感じがするんですねで演劇ってこうやる側も見る側もいろいろな気持ちを何て言うんですかね あのもつもんいろんな気持ちで演劇を見たり舞台に立ったりっていうことがあると思いますので見に行っただったりこういうお芝居したことあるよとかそういうメッセージ今日はいただきたいなと思いますちょっとね難しいなかなかないようなメッセージテーマなんですけれども今日は演劇で皆さんからメッセージを募集したいと思いますメールアドレスは 797-FMGINOWAN.com797-FMGINOWAN.com までよろしくお願いいたします します。また FM 機能案では YouStream ツイキャスで映像と音声をネット配信しております Twitter も連動してますのでたくさんのツイートよろしくお願いいたしますさあ、えー、今日のメッセージテーマ演劇です演劇にまつわるメッセージたくさんよろしくお願いいたします さあ本日のオープニングナンバーです。ショーンキングストーンでミーラフいいね。演劇違うさ見たことないよーとかもさ。何何見に行ったことあるよー見るの苦手って人もいたりするから演劇。人が真剣にやってるその姿が逆に笑ってしまって邪魔になるから自分は見に行かないって人とかもいますね。えー、そうそう一回言われたことある。笑ってしまうなんか。

結局2000円なり1000円なり3000円なり払っていくわけじゃん、うん、それが学芸会見せられたらあ、そう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 ,そうあ、けんなよってなるけだでもそういう時って劇団のですかこれね、わかんない劇団のか3000円ぐらいしたやつが本当しかったっけだよえー、学芸会にたわだよえぇ石本新喜劇の素人がやってますみたいな雰囲気やあの、内容も、ね、これ、なんね この人たちプロでやってる<あ>でもお金もらうからにはプロですもんねみんなプロですよえっ知らえー、いい悪くはない買ったわけだけど多分脚本とかそういういろんな細かいのが演出だったりそれであのお金だったからもうちょっとねおいそれとはいけなくるへえー、確かにそれは嫌かも途中で気づかなかったのかな自分たち客観視してねねえななんかこれじゃダメじゃんみたいな <laughs> 俺たち元気で引き締めていこうぜみたい。な役者さんよかったんだ。本当に。うんああ、この周りの多分あれか。ねっ。あっ。お前さん、朝から元気になる曲で調べてるんですけど。元気スキマスイッチで。全力者ね。あですね。あ、じゃあ、待ってください。あこれで行きましょう。 スーパーフライの魂でボリューション演劇モーニングゲート作るってあ、劇団モーニングゲート作ろうかな作れ作れ演劇と言えばいいっとみんなできるじゃんの一人芝居劇団好き演劇大学時代の親友が小さな劇団と仕上げたの初回公演だけ照明がかりつつ。えーラジオドラマの話はどこ行ったの なんでララジオドマ忘れてた何ですかそれあのー、えしたい土曜日に脚本書く人がいてうんその人と今勧めてるんですけどしたい忙しすぎて忘れてたああ<ー>前の言って何,何やばいお腹鳴なりそうみんなお腹すかんはい5回になったらじゃあどんな罰ゲームするおな<腹>か違うやん あのあれあくび、ああ、いいよ、一回ごとにすぐってください、絶対しないけど、かけてもいい <laughs> <で> <laughs> さあ、それではですね、皆さんから届いているメッセージ、あのツイキャスのね、コメントを紹介していきたいと思います。<笑><笑>えー、まず、ひふみさん、チーズオムレツ食べ食べ、頭シャキッとは マイウさんだなしながら、おはごくんちょい、ということで来てます。ありがとうございます。鶴くんさん、おはまよ、新潟最高32度だよってことですね。おはようございます。そして、野の中の銀のおたるさん。 声がれしても可愛さは変わらないがねこめちゃん。昨日は遅くまで全東エイサー祭りの中継お疲れ様でした。山内市ということで来てますね。ありがとうございます。そしてエコザエルさんおはようございます。エコさん昨日見に来てくれたんです。そう、芝居ね。ありがとうございました。いっぱい笑ったって言ってくれました。<laughs> そしてみやちゃんさんおはようございます。つるくんさん。相変わらず笑顔が絶えないまよ。 一応、イヒアハーはしてるんですけど。<laughs> 一応ね。一応。ありがとう。そしてですね、えー、っと、ひふみさん、マイオ楽しそう。楽しそう大丈夫画面上では、じゃあ、よく映ってるんですね。山内さん。ね。ああ、そうだね。<laughs> 鶴瓶さん、今日も可愛いよってありがとうございます。泉佐野の特急サザンさん、おはようございます。明日、大阪に台風が来るって。あ、なんかね、ニュースに載ってましたね。あんまりこう大きくないといいんですけれども。宮さん、おはようございます。え世、ー、の中の技能たるさん、あくびちゃん、やっぱり声枯れしてる。そう、でも、芝居じゃないんだよ。打ち上げで、あ私、泣いたら、こう、 声もかれるし泣いたら涙が止まらないんですよだから芝居中も絶対泣かないって決めてて絶対なかったんですねで打ち上げの最後に私マヨネーとか「マヨマヨ」まあまあ、って呼ばれててずっとこう子供たちがね仲良くしてくれてたんですけどもう抱きついて「マヨ嫌だ」みたいなもう。 会えなくなるのが嫌だって言ってから、デイジ号泣されて、そっか、私ももう声出しながら泣いて、気づいたらこんな感じで枯れちゃってました。秘密。<laughs> むちゃぶりよ、山内さんの。聞き丸さん、おはようございます。私事ですが、風邪で喉が痛い。あら。この間、あ、そう、一昨日か、芝居の時に、あの、舞台裏でね、留学さナの,の粉 があるじゃないですかあれ私買ったこともないし効き目がどんなものなのかっていうのも分からなかったので今まで飲んだことなかったんですけどあの尾、ー、瀬の皆さんが準備してくれててもう私も喉がね枯れるかもって感じでちょっと怪しかったので飲んだんですよそしたら痛みもさっとなくなってすっごいすっきりしましたよ。きささんん試したことあるかなぜひ飲んでみてください えー、そして天男レーニーさん、おはモーニング。ナルトラさん、おはまよ。土日仕事入っちゃって、ごめんねーって来てますね。いえいえいえあの。昨日はね、満席でしたね。本当にもうありがとうございました、皆さん。えー、そして、大悟さはよ、おはよう。山内さん、2日間お疲れ様ーってことですね。マスオさん、おはまよ。あちさまよさん、おはようございます。大悟さん、そう言ってるそばからあくびするやつそう言ってるそばから。私、まだしないですよね。うん しないしないしない。今日やったら一回につき一回すぐられるんで。ではい。デコピンです。デコピン大っ嫌いなんです。絶対やらん、首く世の中の芸能たるさん、山内氏、地主で女の子の日みたいにイライラしてるどういうことああ、当たってるわけね。 私も同じ感じね、今。<laughs> どっちもちょっとそういう時期なんで、<laughs> バチバチっすね、今日。<laughs> <laughs> ヒュうみんさん、今日のテーマ、あくびいくつですか眉が番組終わりするまで、する、までするあくびは5回。正解したらなんかちょうだい。あ、なるほど。OK、いいよ。5回ね。な、な、何しようかな。なか何あげよう。 あ携帯カバーあげるよ。<laughs> それでいいですか。え汚くないよ。全然汚くないよ。これ違う。毎日拭いてる。拭いてる。うん。毎日ホールで拭くんです私。う,うん。あげるよじゃあ、ご回したらね。で一回に月すぐられる。DJ みんな数数えといてよ。忘れそう。何？はい。わかりました。 絶対しない。うんこ、このカバー気に入ってるからあげない。鶴くんさん演劇ないな。<ー>そ,うそうそう、太鼓さん演劇ないわえー。マスオさん沖縄ってなかなか演劇の公演ないから寂しいよな。高校時代よく見に行ってた。あーえ、これってない方なんですか？結構私聞きますけどね。そうなの。うん、なんで内地の方が劇団が多いってこと？それとも見に行く人たちが多いってこと？ ああ人口密度口ああなるほどねうん私見に行くのも好きですね演じるのも好きなんですけどうん、えー、そしてマスオさん山内おじさんの声赤瓦町瓶さんに似ているよねそう似てないよ赤瓦町瓶のみたいなあれでしょラジオの似てないよ嘘ラジオで聞いたら似てんのかな えー、大塚健二さんおはようございます埼玉は雨降水確率30%、えー、最高26度最低21度の予報です放送終わったらローソンでバイトですかすいませんあ今日も服装ディスってきましたね多分私が青を着てるからですかねでもローソンの制服もこれじゃないよねストライプと,イプとあと茶色の人たちもいませんねふふん<笑><笑> もうここまでにしてていいあと,あとでまた違うなんか私また今日もコメントいっぱい喋りすぎてるから「野中ののなのぎ能たる」さんのコメントから次また読みますね。こてな感じであのツイキャスのコメントも皆さんまだまだ、あのーね、募集というか随時受け付けておりますのでたくさんのコメントよろしくお願いしますそして今日のメールのテーマは演劇です演劇にまつわるメッセージよろしくお願いいたします フライインさあこの時間はです、ねえー、沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたします。 えまずは今日のお天気からです。えー、9月3日月曜日、今日のお天気は晴れ、ところにより昼過ぎまで雨、えー、風が北の風の地北西の風やや強く、波は3メートルうねりを伴います。降水確率ですが、夕方までが20%、夕方から夜,夜にかけてが10%です熱中の最高気温は31度となっております。 さあ続いて道路交通情報をお伝えいたしますまずは沖縄自動車道からですね <coughs> 沖縄道上り琉球大学バスステーション付近工事のため規制がされております沖縄道上り琉球大学バスステーション付近では工事のため規制がされております そして沖縄道下り那覇インターチェンジ付近こちらでは工事のため第一走行が規制されております、えー、沖縄道下り那覇インターチェンジ付近こちらは工事のため第一走行が規制されておりますその他はスムーズに流れておりますさあ続いて一般道の情報です えー、今日はですね国道58号線北行き南行きどちらもスムーズに流れてますね、えー、そして県道34号線前原交差点から大蛇名交差点にかけて渋滞が発生しております県道34号線です前原交差点から大蛇名交差点にかけて、えー、長い渋滞が発生しております、えー、そしてですね、えー 国道3 3十号線ですね。がねここちらでも渋滞発生しております。浦添市公営では混雑発生しておりますね。えー、浦添あたりがちょっと、あの、渋滞とか混雑が結構見られてるんですけれども、浦添市大平、アハチャ交差点ですね。こちらでも渋滞発生しておりますので、あの、慌てずゆっくり安全運転皆さんよろしくお願いいたします。以上、この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたしました。 さあ、ここで一曲お届けいたします。ヒーフーミーさんからのリクエスト曲です。Show on to the sky で Fly into the sky futuring Rodeo まだ大丈夫あ、海行きたい今年は寒くなるの早いですかね早いねね、ねね私9月まであの、暑かったら海行ってない今年は行ってないです行ってない、はい、泳いでもいない泳いでも全然<ー>水触ってもいない夏は泳ぎたい人はい泳ぎもできるの いいえ、<laughs> こうなって疲れに行きます。皆様。 てんああ、四季のミュージカルいいよね、大好きです、私も。裸で登場して踊る、そうなの分かそんなの見たことない。演出なんだろうね、え、十八金かも。ですよね、うんちびっ子たちそれてたら、過激すぎる。まじ <laughs> でひろみさん、ないよ。なん,てなんて、なんて どこに入ってなかったよちょっと聞いときますねキャンああキャッツめっちゃまっていろんな好の声見に行った、うん、ああいいきまるさん一番最初見た映画演劇は小学生の時にエレンケラで大丈夫大丈夫ああエレンケラーの話って私ちゃんとわかんないかもね楽しい話じゃないの楽しくはないよ でも、悲しくはない感動。あ、でも、ちっちゃい時に見に行ったからってことかな。重かったのかな小学生にしては。キャンに聞いてみます。ひいふみさん、ごめんね。やっと休みが終わった。今回の公演でいい出会いあった。もちろんですよ。ありますよ。いい出会いありましたいや、もう、ほんと、全員、全員が。じゃあ、そういうこっちゃねえや分かってんだ。 めっちゃ怒って何どういうこと待って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 はよだれでそうびっくりすぎてびっくりしてよだれでそうどういうことそういうことじゃないでしょおもやさんどういう意味ちゃんとこの男の話待ってあのね同じくらいの年齢の男の人一人もいないあそうなのうんみんな年下子供うん、高校生とかへえ そうですよもしか 65? <あ>なんでいや、ギリアウんパパのまま年齢越したらアウトです、ね。<laughs> パパのいくつもなの ?56 です。なります。56って若いね。ケちゃんと一緒じゃん。うん。おつくケンだから最初じゃないです。<laughs> <か> <laughs> 年下は何歳までなんですかあ、年下無理です一歳一歳でも、さだったらダメうんうん。入らん入らんあ、いさおかゆらさん、おはようちょっと待ってよあっち戻しとこうねしてあ、やばい、あくべるさ何の日ねはいあめっちゃ今ギリ,ギリセーフだ さあ、続いては今日は何の日のコーナーをお届けいたします。まずは沖縄手帳からご紹介いたします。9月3日月曜日、今日の、えー、今日ですね、旧暦の7月24日です。潮の満ち引きなんですけれども、満潮がお昼の12時40分、干潮が夕方の6時10分となっております。えー、そして今日はですね、浦添市が制定しました組踊りの日、そして、諸ミス販売強制 ん強制定で、えー、琉球モロミスの日。あとですね。え、何これ面白い。2112年の今日は、ドラえもんの誕生日って。2112年だよ。もう生きてるあ、生きてないか。あ、くそ。そう100何歳かまで生きたらね、あそう。へぇ、初めて知った。あとは、 あ9と3、9月3日で草野球の日、うん、らしいです、えー。1987年の今日、沖縄コンベンションセンター落成、うん、らしいですよ。えー、結構歴史の語、えー。そしてですね、他には今日、ホームラン記念日。あとは組合の日らしいですね。えー、早速今日の誕生日。 ご紹介します。今日の誕生児マーガレットです。えー、花言葉が心に秘めた愛、<ん>心に秘めた愛だそうです。以上今日は何の日のコーナーでした。<laughs> メールか追加するか。追加する。メールもじゃあ。じゃメール。一つは紹介しようよ。この時間で。メール紹介した後に。 さあ、それ、それでは皆さんから届いているメッセージをご紹介いたします。まずはですね、えー、ひふみさんからですね、いただきましたメールです。えー、おはまよに、あこままぶりっこおばさんに山内しーじゃ、後ろが見ないけど、はためかせて三条ひふみだ、パタ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 ,パタ、<laughs> どういうこと <laughs> して、前、ま、よ、琉球超人お疲れ様、これで超人ファミリーの、 ワンの後輩やさや、わははは、大人になってあんなに強い絆で結ばれた、新しい出会いがあるって、超人ならではだと思いませんかいや、マジで。いや、マジで、ディガワフ <laughs>、えー。今日のテーマ、演劇。まさに超人のことだな。2年前、自分は超人出たことで、えー、新しいいろんなことにチャレンジし続ける自信がついた。マイオ劇団オゼは、これまでマイオが経験した、 どこの劇団よりも楽しくなかったあと来る超人ロスをド M チックに楽しめ爆笑「冷やみかち東北冷やみかち全ての被災地」ということで来ておりましたありがとうございますあのー、確かに,今ま,確かに <laughs> 今までこう経験してきた芝居の中でチームの絆がどこよりも強くてあのお芝居にもっと っていく段階あのステップステップが初めてのことだらけでしたねあの全員で作るんですけど全員で投資ってやらないんですよ。もうチームに分けるんですねでそこのチームがまずこう団結力がこう固まってってあのお互いどこまで出来,や出来上がってるか見せ合ってよりねステップアップ向上心を高めてっていうふうにあの劇団大勢の皆さんから 指導をいただいて気づいたらね本当に絆がすっごい深まってたんですよ。で私は PTA チームだったんですけれどもあの話によるとですよ今までの PTA どのチームよりも私たちはすっごいこうキャラが濃くなおかつ出来上がっていてで 今回の琉球超人でいろんなね何々チーム何々チームって分かれて練習してた私たちの PTA チームがどこよりも団結力が強かったっていう,うにあのはに、い、聞きましただからすっごい嬉しかったし必死になって2ヶ月頑張ってよかったなって本当に思いましたねでこの私アコの母アコちゃんっていうね女の子のお母さん役をしたんですけどすっごいぶりっ子役で でいろんな方からハマり役だったよっていう風に言ってもらえたんですねで最後客出しあのお客様見送る時にあの全然こう初対面のお客さん多分だねこう今回出た出演者の誰かの知り合いだと思うんですけど「あのやピー TE よかったです」って声をまずかけていただいて「あ,ありがとうございます」ってその後に私見て「あのキャラ素でしょ」って言われたんですよ。 あなたそのままのキャラでしょ、これってなって、見に来ていただいた方は分かるんですけど、相当私、ぶりっこな役をしたんですね。なんですけど、それが素でしょって言ってもらえるぐらい、はまってたのかなと思うと、いや嬉しさと、一応、否定もちゃんとしたんですけど、いや、違います、めっちゃ低い声で違いますっては言ったんですけど、だけど、いや、そうですね、リスナーさんからも、眉、まんま,まだったよって言われたり。 あそうです、そうです、いつも人前に立つぶりっ子をやったら、演出の方にこれの10倍でいけって言われたんで、うん、でとりあえずじゃぶりっ子なんだなっていうに、じゃあ今、今、確信しました、<laughs> だそうです、<laughs> すごいですね、お客様ね、見,見ただけで、私のこの日頃のキャラを。日頃かいいいですかこの人やいやいや ええ、多分違うとは思います。見てるのかな、ブリッ。一 <laughs> 回見ただけで。じゃ <laughs>、相当、相当ぶりっ子だったよ。泣くのもこうだし。<laughs> ウェン、ウェーンって言って泣くし。<laughs> でも、本当楽しかったですね。はい、ひふみさんの後輩になりました。<laughs> 超人ファミリーです。楽しかったです。ひふみさんのね、あのー。 その主役の時の,あの琉球少女見て私もやりたいって思ったのでそうなんですよ、まあ、ありがとうございましたさあツイキャスのコメントちょっぴり読んでいいですかストップかけてくださいね <laughs>、えー、先ほどの続きからですね「野の中の銀の蛍さん演劇見たことないないの嘘めっちゃ見に行ってるでしょ<誰>え全るえ全然見に行ってるよねんならジャナ見に来たよね?」 <laughs> うんあれあれ <laughs> そして石ころさんおはもっこりあっちーさん演劇まだ行ったことないな、えー、石ころさん「んじ劇団モーニングエイト作るって?おん」から作るんだったらやりたいですねえ絶対楽しい女だけでしょいいねい,いね女優っていう芝居があるわけ女優っていう,う演<劇>え何それ楽しそう わかんないえ、何それこれ検索とかしたら出てくるんですかすごい良かっと、えー、モーニングエイトでそれチックなの主役でやるかあ絶対するあでもいやいやちょっと楽しそうですねあれ前は主役がい山内さん考えといていい絶対楽しいと思うやりたいやりたいそ、えー、してマスオさん、えー、演劇といえば一世尾形 の一人芝居、えー、劇団四季セットとか好きだったなぁ。劇団四季私見に行きましたね。ライオンキング見に行きました。大学生の時に。めっちゃ感動する。いいあれ。もう途中から人が演じてるように見えないんだよね。リアルすぎて動きが。本当に動物がステージ舞台にいるように見えるの。あの細かい動きね。 すすごいですよねプロは本当にそしてみやさん演劇大学時代に親友が小さな劇団を立ち上げたので、えー、初回公演だけ照明係でお手伝いしたことがあります超楽しかったということであのじゃあスタッフとして。 入ったったてことですね本当にあれねみんなが同じ気持ちで挑まないとそれも芝居をしてる人だけじゃなくてこう照明さんとか舞台監督もちろんそうなんですけどあと音響さんとかみんなが台本読み込まないとこう作り上げられないんですよね,ねそれでまたこうやめられないっていう声をね聞いたりしますけれども宮さんんも、ね、同じ気持ちになったんですかね、えー、そして増尾さんラジオドラマの話はどこ行ったの ラジオドラマもするってなってるんですか <laughs> FM ギノ能ンは、うん、じゃあ「劇団モーニングエイトとラジオドラマ前よもね多分こういうのこのリストに入ってたんですよえー、何誰がリスト作作るのこのこ脚本作った子えやったラジオドラマのえやる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 なんでそんな嫌んなんこうするのね楽しみですよね来年中にやりましょう 来年中分かった私もまた別でねこうまた移動もうとしてるのがあるのでそれが終わったらちょうどいいぐらいかもしれないですねイエーイ楽しみですそして天男レイニーさん演劇はね大学生の時に彼女と初デートで劇団四季のミュージカル見に行ったデートでミュージカルなんていいじゃないですかうん世の中の銀の樽さんちょっと過激な演劇は裸で登場して踊ったりしてるよね山内さんということで。 いやう分からないって言ってましたよさっき山内さんは。何世の中の銀の垂れしさん見に行ったことないって言いながら <laughs> こういうのはあるの <laughs> 怪しいなぁ、怪しいよ。え、そして大吉さん。<laughs> おはようございます。えー、そして皆さん。初めて見に行ったのは劇団四季の、えー、キャッツでめっちゃハマっていろんな四季の公演見に行ったってことできてますね。ありがとうございます。えー、そして聞き丸さん。一番最初に見に行った演劇。小学生の時にヘレン・ケラー。楽しいお話を見に行くんだと思ってたから、ちょっとだけ親を恨んだ。<laughs> <laughs> 来てますねちょっと小学生に重かったんですかねいうこっちで来てましたさあここでですね一曲お届けしたいと思いますめいちゃんさんからのリクエスト曲ですカルビンハリスですさま <laughs> あこの曲知ってる次マスオさんのコメントからね清掃ってよどこやっちもいい 言葉が来ました。初じゃない？あ初めてやと。ねえ。<laughs> 嬉しい。最近前を弾けてて面白いんですよ。とっても。<laughs> すごいよなこの。変わりっぷりあの日からの変わりっぷり。はい。あの四月の第二木曜日月曜日あたりからですね。そうそうそう。お母さんにも言ったよだから。 まあ、とっても楽しいですよ。<え> <laughs> そうなの。うん、お母さん、なんて言ってました。指導してあげてください。ってお <laughs> からぬいだからって。前も、まあ、デイジーいい人だったよ、皆さん。だけど、何が笑い。昨日はさ。お芝居、うん、お芝居終わって。うん あの客出して皆さんにあり,ありがとうございましたありがとうございましたって話しかけられてたからこう喋ってたら後ろからなんかツンツンツされたんですよそしたらお母さんがいてがめっちゃなんかうんニヤニヤして写真いいですかって聞いてた <laughs> <laughs> 何キャラよとか言って撮 <laughs> ろうって言って撮ってそうそうそうめっちゃ嬉しかったんじゃないかそうなのーあの恥ずかしくれたご近所さんと一緒に来てた、あのー、いつもラジオ聞いてるって言って。あ ああ、ははい、ははいはい、はいいのさ福永さんってさっき銀トロさんが帰ってた賞、はい、取った人であの、演出家なんだけどへ<ー>その人が沖縄の人昨日 CM ディレクター弟が CM ディレクターで<そ>すごいんだけどさこの兄弟すすごい兄弟ですねこの人がとってもすごい演出家あるわけよ俺大好きで何がすごいんですか なんかねリアル人間味があふれてる。へーやる芝居あなんていう演出する舞台って全部同じようなこの人間味あふれるやつコメディ系とか。あコメディ系もやる。<laughs> なんかジャンルとかはいろんなのがあって引き出すのが上手なのかなじゃん。いやなんかね独特の世界感。へえ<ー>。あの人自身もあれは？うんうんうん。あれだよ。何？独特のこの舞台でだったら死んでやる風情。 へーすごいよこの命がけ的ななんていうんかな,なんかすごいすごい人へえあらあライカム少年リクエストしたのに

郵送聞いといてよかったな。うん。危なかったね。郵送って郵送郵送。郵送送る郵送は送るのと一緒。郵送郵送じゃない。郵送。郵郵送。違う郵郵送。送。今回後で教えてくださいね。絶対また郵送っていうの。い !UFO だろ、それは。 親父ギャグ？ゆおほらちょっとびっくりちょっとびっくりしたねみんなほら UFO と同じイントネーションで言う人初めて聞いたどこに帰ってるマサオさんなんだだ何だよみんなじゃマサオさんと山内さんほら親父だからじゃじゃあなたのイントネーションを聞いた真似したえ UFO じゃそれは UFO のイントネーションでしょ今わざと 分かってる郵送売り、うん、売り郵送郵送 <laughs> ふかつくふかつけどふかつかれてるふかつかないでいただきたいですねふかつかないでいただきたいはいわかった <laughs> じゃあふかつかないでよこうねはいよろしくお願いしますあラーメン食べたいアイス食べたいってまゆも食べたいどっちも はいあ、この前さサティワンであの、あれ食べたっけ<何>フルレーズンなんかレーズンっぽいのダムレーズンあれデで、だからほら言ったじゃん泡盛りレーズンとあれでしょああ,あ,あれ、あの3分あれと、うん、あのジャ,モあジャモカコーヒーっていうのがあるんですよほんと、うん、はミックスしちゃったらダメなんですけどミックスしたシェイクがめっちゃ美味しいんですよへ、うん、えー いつかじゃあもう一回コーヒーっていうのも美味いわけはいコーヒー味のアイスううのあのー、さっきも行きたいですねえあのー、ラムレーズンデイジュム買ったなぁ <laughs> 超美味しいよねあれおすすめしたっけはい俺にはいそっか。握手したいぐらい今美味しかった<今> さあ続いてはママののフェイバリットソンンングズオンマンデーのコーコナーです、えー、今月はですね私が先ほど 2V カー V して眠たいしてたのであのちょっとしかもこう秋になっていくじゃないですか朝こうちょっとだるかったりちょっとね,あのね寝起きがなんて言うんですか布団から出たくないみたいな時期にそろそろ差し掛かるのかななんて思って気分をね げられるような朝から元気になれるような曲をあのいろいろ調べて今月はお届けしたいなと思っております全部で4回ですね4曲いろいろ選んで今日はですねあの私これ聞いたら「あ目覚めるや」って曲がさっきあったので、えー、お届けしたいと思いますあの「スーパーフライの曲なんですけれどもあの,あの声元気のあるもう素晴らしいあの声 清涼ののびのびとした <laughs> あの声が私大好きで母が一番の大ファンなんですよ。でこうバラードな曲も好きなんですけれどもちょっとそういう落ち着いた感じではなくてちょっとパンツの効いたそういう曲をえ今日はお届けしたいなと思っておりますので聴いていただきたいと思います。スーパーーパフレレで魂レボリューション ああ夏みんさん優しい前と終わったら秋感が増しますねそう一気になんか終わった感ある夏なって夏まだ何もしてないはい、はい、あっ野々仲の銀のおたるさんあれでしょ誕生日だったでしょ8月31だったと思うよ じゃあ去年のビーチパーティーがあったわけ違う去年ビーチパーティーしたんですよフリム主催ででその日がたまたま31じゃなかったっけその日がたまたまさあのあれ10月だったのえ私の誕生日の前じゃなかったあなたの誕生日いつなの ?9 月7日ですあじゃなかったっけ <laughs> 待って間違えてたらごめんマヨの誕生日で先だった気がするね早く早く教えて 九月七日って今しれっと言ったなよ。うん、聞かれたから。え、今週でよ。何も持ってないよ。いいよ。あ、違うよって、あら九月三あ八月三十日。じゃ九月三十日。じゃあ後半だったの後半。だから。あ九月三十日。同じ月？去年のそのビーチパーティーは羽ゴロモ祭りとかぶったんですよ。九月でよじゃ、十月じゃない。

みんなのこと応援してますはいそれでえで結局いつか教えてくれないっていうそうお <laughs> 前誕生日ですもう少しで青塚健児さんいい夫婦の前日なんですね覚えやすい私の誕生日の次の日んなちゅみんさんえっナチュミンさんはいつなの ?9 月6日ってこと 9月生まれって多いんだよ、ね、9月10月が多いって聞いてじゃあ来週何かプレゼントあげますよやったー何がで,いいですか ?10 日うんもう今日もってねやったー本当に何がですかえっどうしようあっ9月29日かみんな9月生まれだーちょっとさリアルにあげるからこの何系がいいかっていうのさてようにするかあれを持ってくるちょっと溶けるかもしれんけど。 アイスいい何だよ商品券がいい <laughs> 自分で選びたいやったーは聞いたい今500円券とかあるでしょうんある500円とかうん五百円券10枚って言ってもらっていいですかレジでそしたら多分そのまま進んでもらえると思うんで5000円でしょあょそうそうそううん500円10枚って言えば大丈夫です 5, <000? S 1> うん違う違うねえ違う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  ありがとうございました。ありがとう前にパン使ってもらったからいいよあそうそう前もうもうパン使ったんですよ、はい、さあそれではですね皆さんから届いているまたまたコメントを紹介していきたいと思いますえま、ー、すさんやっと夏休み終わったぜそしてえー、っと今回の演劇でいい出会いがあったってことなんですけどえー、っと出会いは全員ですね本当にあの ヒープーさんともこうたくさんしゃべる機会とかいただきましたしあのお褒めの言葉もたくさんいただきまして、えー、ヒープーさんはじめそしてあのこう一緒に、ね、出た出演者の皆さんとの出会いありました伊勢で,でとの出会いあったって聞かれてるのかなっても思うんですけれどもそれはなかったですねはっきり申し上げますがなかったですそして石ころさん3回目の CM で1回目のあくびやるでしょう 今から3回目のいや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  <laughs> 9時台ね得意だよねそういえばうんやらん絶対やらんえしかもすごくないですかやれば私できる子じゃない、ね、今日でやってないあいつもこんな感じで挑めばいいんですねあちょっとやる気出てきたそしてひいふみんさん内地の方が演劇多いいや多かった今では沖縄も演劇増えてるよそれでもまだ足りないし観客が全然少ないあ確かに 見に行くっていう,こうあれがないですもんねうーんなんだろうねかしこまっちゃうからかな演劇っていうとうねっ、ねうん、そしてだからとっても面白いのをじゃあまず一回見ればまた行きたいってなるのか、うん、まずそれに出会ってないってことかいや琉球超人絶対みんなに響くと思うんだけどな。 絶対来年見に来てくださいね。私絶対来年したいと思ってます。うん。楽しいもん。また遊ぼうねって言ってた。またみんなで作ろうねって。これ言っていいってことでしょやったねー。ということです。そして伊佐岡弘さん、まやさんおはよう。綺麗だなー。ありがとうございます。そんな伊佐岡弘さんで、ね、もうお仕事か何かで行っちゃって。 スイスになるんですけれどもありがとうございましたえそして一二みさん劇団オゼでは「日常に演劇を」みたいなスローガン封じ上げてるよ「映画デートみたいな気軽な感覚で多くの方に演劇を楽しんでもらいたいってってことですねああなるほどうんそれはでも本当にその気持ちでお客さんって来てほしいですよねあまりかしこまらないでほしいうん そしてマスオさん、東京ボードビルとか、劇団、新幹線とか、セットとかテレビに出ているような人の劇団は、旅費とかの都合でなかなか来てくれないんだよね。あ、ここになるほどね。そっかそっか。見に行くっていうね、あのこの感覚、気軽に見に行けるっていう感覚がね、みんなにあれば、またお客さんも増えるだろうし、旅費とかもね、まあ、浮くぐらいのお客さんがね。 入ってきたらいいんですけどもそしてマスオさん、まあ有名どころのものがいいとは一概には言えないんだけどねーってそしてえー、っとですねひふみさんこの間ひふみずばーんに魂さんゲストで来てもらった時にライカム「ライカム少年」の CD ギノワに置いていったってあそうなんですか、えー、キャンに相談しね確認しますよ。<laughs> えー、ここでですね一曲お届けしたいと思いますまたねツイキャスのコメント後で読んでいきますので、えー、ここで一曲ですね「キック・ザ・カンクルーで住所「フューチャリング岡村康行」岡村康行そう選挙地区した岡村康行 <laughs> <laughs> 岡村康行これ曲の後あれっしょあのお知らせ、はい、行ってもう9時台 やりました8時台バイバイはいあのねまだ今日コメントで来てないんですけどあるリスナーさんからあー来てる <noise> この人のコメント言った時にお礼を言いますお花が来てたのうん東京大地からえーすごいうん嬉しいねそういうのねめっちゃ嬉しかったみんなが そうすごいって言ってて言なんか、お花いいないいなーってやってくれたあ、そして宗先生がさ見に来てないけど客出しの時に入り口にいるスタッフに許可取って入ってきてみんなにありがとうございましたって流してる時に入ってきて写真撮って宗先生帰ってった宗 <laughs> 先生あの写真欲しい 一瞬とっいやば、ねうん、いよ。ねえ、夜中で行けなかったでったよ。忙しかったのかな。たぶんね。はい、やばいぞ。寝るな、寝るな。どんなってあくびみんな耐える飲み込む飲み込んで。 大丈夫、今のところまだしてないあっほんとだ気にしたらこの時間やばいっすねい一回ぐらい5回だもんでも1回につきあるでしょいいよデコピンじゃなくて5回になったらそのこれをリスナープレゼント <laughs> <で>これリスナープレゼントかこれに商品券5000円分 嫌だか絶対嫌です。<laughs> まあ普通に絶対嫌だよね。え普通に絶対嫌だと思うんだけど、罰ゲームだからね。嫌<や>だ。<laughs> <laughs> <laughs> 罰ゲームでも嫌ださ。罰ゲーム選びます私。罰ゲーム選ぶ。待って、本当に今めっちゃ耐えてるわけ。1回はいいって。 1一回したら癖つきそうで、待まて鼻の穴に指両方突っ込んだら絶対あくびじてないそうだろあ、うん、で息できぬのいや、口かめっちゃせる。すごい、白い鳥がいっぱいいるのに、すまて。だから口でしかできんからあくびしないわけよ。負けず嫌いなんで今意地でも絶対したくないんですよだから指入れてはしかだから今指入れたら、奥まで。それがみたいだけでしょ。 に絶対行くしそんなのだってさだって今の時点で前を口からいきそうとしたらめっちゃあくびになりかけたもん嫌 <絶対 S 2> <や>だー <laughs> 絶対今言うこと聞けません <laughs> ねっねっあっ 1> 今一回じゃんか <laughs> ですか。うん。これとその次ぐらいまでやるか。これ何？はい、はい、これ。これ何？あいやじゃあこれの次やもん。あそうそう元金とこれと。これこのまま読んでいいんですか？うん？このまま読んでいいんですか？いいよ。はい。前もくる。 さあ、ここで FM ノワンチャリティーボーリング大会のお知らせです。ノワン市社会福祉協議会さんは、福祉バスの老朽化に伴い購入資金確保の取り組み中です。えー、今年で え最終年を迎え、180万円が目標としております。そこで皆様で楽しみながら福祉バス購入実現に協力しようということでですね、えー、と、ボーリング大会が行われます。日時がですね、9月15日土曜日です。えー、時間は夕方の6時半からとなっております。 場所はギノワンボールです。料金はですね、2ゲーム代込みで1500円となっております。そして懇親会もございます。懇親会はまたね、料金ちょっと別なんですけれども、1500円で2ゲームということです。えー、そして定員は40名までとなっております、えー。お早めの申し込みよろしくお願いいたします。申し込みはですね、メールと電話で はい。受け付けております。まずメールアドレスをお伝えいたします。メールアドレスは7 9 7アットマーク f m g ノ i n o a n c o m 7 9 7ットマーク f m g ノ i n o a n c o m までです。電話番号です。電話番号は9 0 9 8 9 4 3 0 0 9 4 0 9 8 9 4 3 0 0 9 4 f m g ノ i n o a n まで、えー、ぜひですね、チャリティーボーリング大会の、えー、参加の 申し込み皆様よろしくお願いいたします。えー、そしてもう一つです。西日本豪雨災害義援金のお知らせです。2018年7月の西日本を中心とした大規模豪雨災害により、各地で甚大な被害が発生しています。そこで FM 技能湾では、被災された方々を支援するため、技能湾市民の方々にとどまらず、多くの方に呼びかけ義援金を受け付けております。 皆様からお預かりしました義援金は、宜野湾市社会福祉協議会を通じて、被災地復興に活用してもらう予定です。FM 宜野湾での西日本豪雨災害義援金の受付は、口座振込も行っております。そのですね、振込先、名義、番号をお伝えいたします。まず銀行は沖縄銀行です。 口座番号です。口座番号は1855259。1855259。口座名義は株式会社 FM 技能ワンとなっております。またですね、あの振込以外にも直接 FM 技能ワンに来ていただいても、あのー 大丈夫なのであの箱を置いておりますのでね、どちらかで皆さんご協力よろしくお願いいたします。また義援金の受付、9月15日土曜日までとなっておりますので、皆様のご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 さあ、モーニングエイトですね、9時半まで生放送となっておりますのでえ、皆さん、ラジオもですね、そしてツイキャスも、あとユーストリームもですね、チャンネルはそのままでよろしくお願いいたします。そして今日ののメールのテールテマ 演劇。ちょっと難しいテーマなんですけれども、演劇にまつわる皆様からのメッセージ、まだまだ募集しております。メールアドレスは7、7 9 7アットマーク f m g ノ i n o a n c o m 7 9 7ットマーク f m g ノ i n o a n c o m までとなっておりますので、たくさんのメッセージよろしくお願いいたします。それでは一度 CM です。 でそうだったそして北海道タランチさん、おはようございます。えー、長時間、特にあてがきするからキャラが演者に寄せるキャラが演者にキャラが演ンに。夜にはキャラが演者に寄るマスオさん、どうやったらブリッコの演技ができるかわかんないよ。でしょう相当頑張りましたよ。盗むのよ、他のブリッコの人たちからキャラを。あと、イメージとか。 なんか語尾伸ばすとか動きを大げさにするとか声はやば高くやるしそうでクリちゃんお花ありがとうございました琉球超にやり終えた感じやり終えました今玄関に飾ってますお花ありがとうございますマスオさん時女だらけね劇団も逃げたうん怖そうねそしてひふみさんラジオドラマやってみたいあやりましょう 選手に入れといい演出かしな,いのかなじゃあ演出したいす。さあせん。そして、マスオさん、ストリップは演劇に含まれるの含まれないでしょうね。含まれないのえ、あいつ芝居するんですかストリップは踊るんじゃないですかあそっか、ポールダンスとは別か。はい。いや、一緒じゃないです。そして、ナチミんサムさんはございます。ありがとうございます。若干軽く見えるからチャラ男が寄ってきそう。 何ストリップ甘い,甘いよ。チャラを寄ってこないです、私。めっちゃ壁作るんで。だいぶ壁作る。苦手なんですよ、そういったえ、待って、いっぱい来てたね、コメントね。あコロセロさん、ありがとう。いいオッケーじゃあ待って、さっきのコメントのところに 新聞大丈夫かな。今さら心配なってきました。<laughs> さあ時刻は9時を回っております。79.7メガヘルツ FM ギノワンよりモーニングエイトただいま生放送でお届けしております。あの演劇でメッセージテーマやると難しいかなって思ったんですけれども、思ったより来てますね。 はい、皆さんから届いてますのであとでまたあの紹介していきますそしてまだまだメッセージ募集しておりますのでねこんな演劇見に行ったよとか演劇見に行くのが苦手って方もいらっしゃるのであの自分は苦手だから行ったことないとかねそういうこういうのを見に行きたいけどまだ多分こういうのやってないだろうなみたいな自分が求める演劇だったりちょっと演劇にまつわるエピソードは皆さんからね あのメッセージお待ちしておりますので、えー、たくさんのメールよろしくお願いいたしますアドレスお伝えいたしますメールアドレスは 797-fmgino1.com 797-fmgino1.com までよろしくお願いいたしますそれでは、えー、ニュースを今日の新聞からご紹介いたします この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは琉球新報の総合面からです。名護、沖縄、宜野湾、南城、石垣、五市議選、国百152人が立候補、知事、宜野湾市長選、全勝に。2018年、県内統一地方選は、名護、沖縄、宜野湾、南城、石垣の五市議会の 議員選挙が告示されました。投開票は9日です。想定数124に対して152人が立候補を届けで、7日間の選挙戦に突入しました。30日の県知事選、議の湾市長選の行方を占う前哨戦として位置づけられており、各候補,各候補は告示とともに各地で第一声を上げました。 さあ、同じく琉球新報の総合面からです。郵送、躍動、伝統の舞、全頭エーサー最多34万人が来場。第63回沖縄全頭エーサー祭りが2日最終日を迎え、沖縄市の小座運動公園陸上競技場で行われた本祭りに市内外から14団体が出演しました。 祭り期間中の3日間、過去最高となる延べ34万人が A3 の町、沖縄市を訪れ、最終日の出演団体は、各地域で継承されてきた力強い伝統の舞や、工夫を凝らした創作も演目を、演舞場を縦横無尽に使って表現しました。さあ、続いて沖縄タイムスのスポーツ面からです。 上原砲丸大会新 V。中学陸上の沖銀杯第49回全沖縄ジュニア大会兼第49回ジュニアオリンピック大会兼予選最終日は2日、糸満市西崎陸上競技場で行われ、女子少年 B 砲丸投げで上原理恵子が11メートル83の大会新記録で優勝しました。 テーピングで固定した右手の指の付け根が痛んだが、ここぞの場面で方眼をきれいに指に乗せて記録を狙おうと思ったとの気持ちが勝ち、痛みを、痛みをこらえたスローは11メートル83で大会記録を13センチ更新し優勝しました。以上この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。 カメレトツイキャス、イエーイ、ね、うん？よみたんのラジオの名前はなんてうの？笑う音楽マン。植物園。昨日はやかった？昨日はあのなんか読谷が陸上かなんかであの中継するから日曜日の番組自体がお休みやってました。 なんでございましゅーう,う。あ、眠れないです。あくびした今、ま。うん、してない、あくびじゃない、なあくびしてない。みんながわかる今しなかったよね。してないのにさー。山内さんも一回もしてないですから。ねは。当たり前じゃないですか。<laughs> <laughs> あれって、ね。 毎日しませんからね、うん、モーニングエイトで。いやすごくないしてるよしてない。ンかんつカあさんああああ。ああってやる <laughs> ほ。ほんとにほんとにほんとに。たまにやる。そういう時はだいたい帰りたいって言ってるんすけあ今日仕事したかないや。って言ってる日。今日もでも仕事はしたくないな。あくびしていいんですよ。俺は別に普通にしますけど。あんたはダメですよ。めちゃくちゃくく 何二人今ホルモンバランス崩れてるから俺はもうこう G バランスが崩れてる<ー>やばい G バランス G バランスあるあ,あるある <laughs> あるんかしかも、ね、<laughs> このなんて座り一番あにいいですよな楽な楽なようにお座りいただいて本当に大変なんだよんだそうなんだ G になったわかんない何 さあそれではですね届いているメッセージを紹介していきます、えー、まずこの方いきましょうかおはよう今日も可愛いいがねこまやちゃんダンディ山内さん M8 ネーム今日もおかしな銀のトロンボンです今日のテーマ演劇まよちゃん2日間の本公演飛べ琉球超人お疲れ様でした喉の調子はいかがですか頑張りすぎてガラガラしてない以上以下省略 バイバーイ終わりということで来てました。ありがとうございます。あのー、喉の,の調子ね、こう、喋って時間がどんどん経っていくと、声、ほら、朝一よりはいいんじゃないですかいい、ね、うん。なんですけど、やっぱこう、貼らないと、ここまでの声が今出なくて、ちょっとね、楽して喋ろうと思うと、やっぱどこかまだ低かったり、ガラガラしてると思うんですよ。そうなんですよね。ちょっと張りすぎましたね。 声をね、あの舞台で声が舞台に立ってるとマイク入ってるんだけどさあの全然ここには入ってるように聞こえないからもうこれでもかっていうぐらい貼る,るんですよ貼っちゃうんですでこの間ほらあのあった宜野湾市民会館大ホールであったあのジャナの時は逆にあのぐらいのでっかいホールだとあーって大きい声出せば響くので。 そこまで私大きい声出してる感覚はないんですよないんですけどちょっとねこうあの小さいホールだと奥までこう届かすためにはと思ってなんかより意識してしまいますね声張るのを。そしたら気づいたらねカッサカサのガラガラになっちゃってるんですけどはいすすぐ直しますありがとうございます。 さあ続いてです、えー、マーヨー山内さん今週もよろしくお願いしますマヨーヨ舞台の琉球超人本当にお疲れ様でしたどんなでしたかといただきましたね進撃のめいちゃんさんからです、えー、難しいことに挑戦することも大事ですよねそして演劇本当に演劇の世界って難しいって聞くので何かに挑戦ができないまずこんな私が 無理でしょう演劇界にそんなに興味がなかったけど演劇のスペシャリストの瞳が教えてくれたんですよね演劇は心と魂があれば大丈夫新たなことに挑戦したいなまずはパーソナリティに挑戦かなお笑いでは楽しく聞かせていただきますということで来てましたありがとうございましたあのー、でもひとみさんが言ってたみたいに本当に心と魂 でも本当にやりたいやる気があれば何でもできるって思いますだからまずこうあの琉球超人も市民劇なんですよねこう一般の応,あの応募でみんな参加してやるのでもちろんみんなやる気があって来るんですけど何ていうのかなできるできないにかかわらずねでもやりたい頑張るっていう気持ちで来てるのでその気持ちがあればお客様をあれだけね昨日もう相当 いろんな方が涙していただいたんですけどあの演劇っていうのは成立するので本当ですよあの無無理理かななっって思った時点で無理なんでんすやりたい頑張るやってみようって気持ちが大事だからいいんじゃないですかめいちゃんさん来年の琉球超人参加したらあのいろんな役あるから今回私がこう参加して思ったのが村人役とかさこうみんなで。 さっっきも私言ったんですけどチームをまず作るのでそこでまず気持ち高め合ってで信じるっていう気持ちも教えててくれるるんですよ信じるって、ね、こう簡単に口では出すんですけどどんだけそれが難しいことかで信じたらどんなことも乗り越えられるっていうのをこう体感できるのでそれでやるともう無理って言葉がもう全然全然もう通用しないぐらいもうパワーがたくさんある演技ができるので。 ぜひ参加してください。そこでねこうセリフがあるないに問わず舞台に立つことでこれからのねまた人生が輝くと思うのでマジですこれ本当になんでやってみてくださいよ,でき,よ、ね、あできますできます本当誰でもできますもうウェルカムですだ,、ね、だからそうやって思ってそうでもないって思ったらもう無理なものは無理ですようん行きましょうみんなで飛びましょう <laughs> めいちゃんさん、ありがとうございました。えー、ここでお伝え、あ、お伝えじゃない。<laughs> リクエスト曲、お届けいたします。銀のトロンボンさんからのリクエスト曲です。水谷豊で優しさ紙芝居。 <laughs> 今喋ってるのになんか誰かがずっと喋ってると <laughs> そうそうフーみんさんもやったんだからねそうだよみんなできるよひーフーミンさんゲータッシュだから、ね、ああなんでもできちゃいますよねん、ね、な,なんの <laughs> つ,つ でも本当に絶対楽しいって言えばしかもヒープーさんさ思った以上に来てくれるんですよんなんかあの緊張感のある雰囲気もやっぱヒープーさんがいるからこそ作れるし身が引き締まるっていうんですかあの感覚とかも私すごい好きでで的確なことをアドバイスしてくれるので。 絶対みんな人も傷つけないし、本当に。あ、うん、嬉しかった！イエーイ。くそ、負けたけど。<laughs> 忘れていたよ。静かにやればよかったのにそんなそう。忘れていた今。その前のことリスペクトします。ね、します。ね、今日頑張ってね。リス,リスリムスります。リスペクト。リスります。リスペクトですね。<laughs> いいよ。 今のはちょっと嬉しかった。ふわって息吸った声が聞こえた瞬間、シャ、ね、ー。こちらしょう、ねうん。とべ、進撃のみーちゃん。あ青の軍団さん、久しぶりじゃん。おはようマー、マヨ、マヨ、ヒープさんの舞台出たんだね。2つ完封、かわいかった。今やってごらん。<laughs> やってごらん。 あれさいいよやってみようね今ちょっと待ってよさっきのかりんさんのコメントまで戻ってからどこだったっけなんでメールもありますよだからさ,さでも違う今度は飛ばし飛ばし紹介していきます真剣よセンター分けだわけまずで この高さにくびるんですよ、えー、あーこんな感じなんだこんなして<ー>これをグリングリンに巻くの巻くコテで、えー、そうそしたらあれ完成するよ、えー、デジでよあれ背景あのさみんなにさあなんでこのわけみんなにさ写真撮ろうってこうお客さんたちにも言ってもらっていいよって言ってから客出しの時に立ってた場所が後ろがこう黒い柱が立ってたんですよ でそこをバックにしたら私衣装も白だからここも黒でバックも黒でここも白だからもうこっちが超浮いて見えるわけいやいやなんかよかっただから超立つ場所は考えないといけないなって思いましたあの髪型は <laughs> なかなかなもんです頑張った本当に、ね、なんかもうできないと思ったら寂しいんですよそういうやらのにね さあ、それではまたメールをね、紹介していきたいと思います。えー、マイオおはよう部中、ぶち山う、ちんおはよう、エコザイル出すよ。マイお、琉球ジョージお疲れさん、すごくよかった。ぶりっコおばさん、まさにはまり役で、顔の筋肉と腹筋が痛くなるまで笑わせてもらったさ。あと、キレッキレのダンスよかったよーって来てます。ありがとうございます。テーマ、演劇。自分は裏方が、えっ、ー、と、これ、小生 ショーに合ってるから合ってるな演者じゃなくて大道具とか大道具あと大道具かなでまともに見に行ったのは麻葉の2公演ぐらいあじゃあなと今度の琉球超人ですかあ嬉しいその2公演とも笑いと感動だったさて麻葉から中もらって今週も頑張りますかねあマーヨ葉のあくびは3回じゃああとからやーって今えっとひいふみさんが5回えこさんが3回っていう 見てごらんなさいまだやってないよ、えー、あと9分でしょ絶対やらない <laughs> あれ、はい、<laughs> いつも飛ばしますってそういえば言ってました <laughs> 今急にやったからねパサッパサッって感じだったそうエコさんねこう前回を見に来てくださって私前回が JK 役だったんですよであのー 一緒に、ね、舞台に立った女子,あ女子高生,じゃない高校生役でいた男の子二人の、ね、お尻を蹴飛ばすていうシーン唯一、私がこう笑いを誘えるっていうのがそこだったので蹴飛ばすのに命がけでしたね、私はねあのシーンの時はは。今回は本当、発狂もするしもうボロクソ言われるしそうもうあ,あらたし。 みんなに嫌われてるのかなって思うぐらいアドリブで <laughs> めっちゃ言われたんですよだけどそれがまたねお客さんとこう通じ合うというかまた笑いが起きる場面になってなんかすごい嬉しかったですし、うん、逆にね私たちがこう突っ込むことで別の方が引き立って笑いが起きるっていうねそういうシーンもあったりしてすごくもう本当に私たちも楽しめましたエコさんね来てくれてありがとうございますでダンスそうそうダンスもねあのほんと よかったです。みんなでこう踊れたことに初めてねあの振り付け担当っていうのをしたので不安でもあったんですけどすごい最後の最後まで皆さんからね褒めていただきましたありがとうございますさあ続いていきましょうねえマ、ー、ユ山内さんおはくりくミストリー ピンポンどちら様ですかムネン先生あるあるよ。舞おきのはありがとう。ちょうどくもじの日のイベントでうちの地域の旗頭が演舞する関係でパレットくもじにいたから顔を出,さ出そうかなって思って、えー、劇場関係者の方の許可を得て顔を出せてよかった。あの後階段を駆け下りて急いでイベントに戻ったのはマジ。エレベーターより階段の方が早いし演劇。 私が演劇を見るきっかけとなったのは、しんちゃんこと津波慎一さんです。津波さんの劇団にお世話になっている方がいたこと、津波さんの番組に私の父が VTR 出演したのがきっかけでしたお。声優や声を使う仕事に憧れている私は、え、そうなんだ。演じることにも興味があります。あ、ムーネ先生いいじゃない。 昨日は語呂合わせでくも字の日、くふうの日、今日はくみの日、くみといえばくめじまだ、くっさーと言いたい日、明日はくうすの日、ここでいく、ではなく、今日は五七五七七、くも字の日、くみとくうすとルーレット、これは言うなよくさえというな <laughs>。台風に気をつけて過ごしましょう。 ありがとうございました、ムーネー先生。そう、ムーネー先生さ、来てってめっちゃ言ったんですけど、いや、自分は別の別件があるから、パレットくもにはいるけど行けないって言ってたんですね。あ、そっか、じゃあ分かりました。じゃあ今度またの機会にって言ったら、昨日そう、客出ししてる時に、なんか私が喋ってる子をね、お客さんの後ろで、なんか、ちょっと動いてる男性がいたんですよ。背の高い。で、うん、って見たら、ムーネー先生で、 え何今日見に来てくださったんですか?」って言ったら「うんうん今入れてもらった」って言って <laughs> でちょっと喋ってね写真撮って帰られていったんですけれどもありがとうございましたお忙しい中ねでネ氏年撮った写真をくださいよ私にもうん見たいですあれ欲しいありがとうございましたさあ続いてですあこの方も来てくださったんですよマヨマチさん皆さんおはようございますラジオネーム15番目の男ですよチンチロリン 前お疲れ様。靴ずれは大丈夫ね。お母さん役でのキレッキレのダンスよ。びっくりビビンバだったぜ。お見送りの時はいろんな人に囲まれてたからバイバイしかできなかったけど、また今度ね、アンシェまたということで来ておりました。ありがとうございます。あのそうそうそう。あの一目だけね、おうおうおーおーみたいな感じでちょっと私も、あ、ありがとうございますって感じで急ぎ足で見送っちゃったんですけど、 はい、15番目の男さんありがとうございましたまたね何かの機会にぜひぜひお越しくださいさあ BGM ではですねビギンの恋しくておかけしておりますえっ、ー、と昨日のオのオリオンビールフェスタでビア,スタビアフェスタで出演されてたみたいですねいいなーいいなあっちちょ<超>去年とか一昨年とかも来てましたっけほんと 私があっち1回だけいたときは BEGIN さんの名前なかった気がする、うん、あっちいいですよねっめっちゃ特別感ありますよねあのブース、はあ、私も好きですこの歌も大好きですはいありがとうございましたツーキャスも紹介していいですか急ぎ足 <laughs> <laughs>、ね、あのせっかくたくさんコメントいただいてるので 紹介したいなと思って、カリンさんのコメントからなんですよ。そう先ほど読めなかったね。ではコメントをもっと表示する。はい行きます。カリンさん、おはようチャイマチさんおはようございます。こちら川崎は朝から雨で涼しいですと来てました。ありがとうございます。そしてですね、えー、っとですね、あ北海道トランチュさんおはようございます。 ひふみさん、超人は特に当て書きするからキャラが演者によるんだよって、えー、そして、くにはるさん、おはよう琉球超人やり終えたって感じかなということでくにちゃんさんからなんとお花をいただきました、えー、控え室にね、可愛い,いお花がずっと置かれてたんですよ。で誰もこう忙ししくてパタパタしててパパタタ 誰ののっててて、いうのは伝えてなくてで私もねあの女子高生役約10人のヘアメイク担当だったので自分の準備の前にこの子たちのねこの準備とかあとみんな初めての子たちばっかりだったからあの、稽古では楽しくやってたんですけどやっぱり小屋入りすると厳しくあの指導とかもしてたのであの、なかなかねお花のこの。 誰からですっていうのが見れなくてでちょっと一呼吸置いたときにあ、はい、いいはずよこんな可愛い花もらってって見たらモーニングエイト金子こま様って書かれててそうクリちゃんさんからだったんですよありがとうございました今ね玄関に可愛く飾ってます母も言ってましたこんな可愛い花もらってよかったねって言って ありがとうございます、えー、そして、ですねイ・フ、え、ミ、ー、さんラジオドラマやってみたいって来てましたね、ぜひあの演出の方に言えば一演できるみたいですよ、多分ね。ねいや、行きましょう。<Okay. S 1> はい、そしてナチミンさん、皆さんおはようございます、久しぶりに見ますが、相変わらず清楚できれいですねーって。 嬉ししいいですすありがとうございます、えー、そしてね雨男連ーさん「アンパンマン」とか「仮面ライダー」のショーも演劇だよねあ確かに私さ「なんとかなんとかレンジャー」とかそういう仮面ライダーショーを弟がたくさんねいるのでこう前列で小さい時から見てたんですけど悪いものって絶対客席に降りてきたりするさもうあれが嫌で嫌で。 最初のシーンはだから前で見れるんですけどそろそろ出てくるなってちょっと察したら私後ろまで逃げてましたもう超怖いあれ嫌だ怖い, <laughs> 怖い何が怖いえー、なんか触られたりしないかなみたいなそうでもない,そ,もないそっか <laughs> えーそしてですねアムね先生ね皆さんおはようございます月曜日って来てましたなちみんさんまやさんの言葉のイントネーションはそれ自体チャームポイントだからそのままで良き さっき言えたでしょ郵送。うう <laughs> えー、他にもね、来てるんですよね。えー、っと、おおお,お、あ、前もう過ごしで誕生日だねって来てました。9月生まれ、そう、さっきね、ツイキャスでコメント見てたら多いんですよね。えー、そしてですね、あと50秒切っちゃった。そう、見て、あくび今ょうしてないよ。いあと45秒でしょ、絶対しないね。 イエーイ、出ますおさん、居眠り運転でオカマホルと一気に眠気覚めるよ。オカマホル。どういう意味?。ああ、こい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 、やらないでおこう。ええー、山内おじさんの匂いって何?。山内おじさんの匂い、私知らないですよ。誰が言い出したのそんなこと。そしてコ、コーラゼロさんもおはようございます。